海上自衛隊の護衛艦出雲、加賀の存在は本当に必要でしょうか。今回は、ロシア海軍黒海艦隊に見る、黒海での無人機攻撃の存在を詳しく見ていきますね。無人攻撃機を使ったウクライナ軍は、いとも簡単に、ロシア海軍アドミラルマカロフを撃沈しています。日本の戦略は、反撃能力確保で長射程ミサイル調達、スタンドオフ防衛能力向上、空と海の UAV の活用でしょうね。戦車は終わりを告げています。アメリカが M1 戦車を使わない理由がわかりますね。この2022年11月24日を迎えた段階で、すでに世界が驚愕した開戦から、差9ヶ月目に突入したロシア・ウクライナ戦争だが、未だ終結の道筋は見えず、厳寒の冬がウクライナ全土に訪れる時期に差し掛かってきている。11月の上旬には、南部ヘルソン州の州都であるヘルソン市の西岸からの撤退を余儀なくされたロシア軍ではあるが、未だ一部のバフムト等の地域では攻勢を続けており、戦局の推移は依然として予断を許さない。ただし、こうしたバフムト方面等の一部の地域を除けば、ロシア軍側が通常の地上兵力で積極的な攻撃を行っているケースは少なくなってきており、逆にウクライナ全土の電力等の設備インフラの破壊を目指す攻撃が目につく。これらのウクライナのインフラ設備を標的とした攻撃は、主として戦闘爆撃機から発射される巡航ミサイルや、自爆型の、いわゆる神風ドローンと呼ばれるような無人航空機を用いたものとなっている。すでに、最低気温は、氷点下を記録するほどの冷え込みを観測しているウクライナにおいて、これらの攻撃によって、首都のキーウをはじめ、大多数が、大規模な停電に見舞われるなど、その被害は、かなり甚大なものと感じられる。ウクライナ側としては、こうした状況にあっても、正確な状況を伝えることは、ロシアの攻撃の有効性を示しかねないため、具体的な被害情報については、統制を続けており、日本から、その状況を伺い知る術は、今のところほとんどない。こうしたロシア軍のウクライナの電力設備等の生活インフラを無差別に攻撃する戦術は、第一次、世界大戦や、第二次、世界大戦で、ドイツ海軍の潜水艦、U ボートが行った、無制限潜水艦作戦を彷彿とさせるものがある。この時のドイツ海軍の U ボートは、敵である、連合国の貨物船や客船など、あらゆる種類の船舶を無条件で攻撃したのだが、これは、通常の海軍戦力では、到底、イギリスやアメリカに対抗できなかったが、故の苦し紛れの戦術だ。要は、対称な戦闘を行うことが困難な側が、あくまで、それでも、敵に損害を与えて、戦争の継続を断念するように仕向けようと、画策した苦肉の策、いわば弱者の戦術としか、呼びようのない、およそ優位な立場の軍が行う、作戦ではないだろう。ロシアは、未だに、自国が、大国だという幻想に取り憑かれているプーチン大統領の政治的な決断によってこのロシア・ウクライナ戦争を始めたものの今の戦い方を見るに自ら通常戦力ではかなわないと自白しているようなものだ。それでもウクライナや西側諸国が予想した数値に誤りがあるのか、または経済制裁にもかかわらずこうした攻撃に使用する巡航ミサイルも、未だかなり製造可能な能力を有しているのか、ロシア軍は、その手法での攻撃を敢行している。こうした状況下で、なかなか新たな地上戦闘の進展は、伝わってきておらず、ウクライナ・ロシア両軍ともにヘルソン市西岸以降は、膠着状態にも見えるが、10月末には、
ほぼ海軍戦力を持たないはずのウクライナ軍が、新たな攻撃を行っている。これは、インターネット上やテレビなどのマスメディア等でも、当時頻繁に流された映像なので、見かけた方も多いと思われるが、ウクライナ側曰くは、無人艇によって、ロシアの黒海艦隊の艦艇への攻撃を敢行したというものだ。日付は、2022年10月29日のこととされている、この攻撃の模様は、不鮮明な映像ではあるものの小型ボートのような無人艇が、ロシア側と、ほぼしき艦艇からの射撃を受けつつも、それをかいくぐり、自爆攻撃を行ったとされる様子を伝えている。このウクライナ側の自爆型無人艇の攻撃によって、ロシア海軍の黒海艦隊の現機関である、フリゲート艦のアドミラル・マカロフと、掃海艇のイヴァン・ゴルベッツの2隻は、少なくない損傷を負ったとみられている。ウクライナ軍は、この攻撃に、7隻の自爆型無人艇と、9機の無人航空機を投入したとみられており、残念ながら、ロシア海軍の艦艇を撃沈するほどの派手な戦果は挙げらなかったが、修理を要する一定の被害は与えた模様だ。ロシア海軍の黒海艦隊は、かつては機関を務めていたスラバ級ミサイル巡洋艦のモスクワを、ウクライナ軍の地対艦ミサイルによる攻撃を受け結果損失したが、その原因は悪天候によるものだと言い張った過去がある。そのため、今回のフリゲート艦アドミラル・マカロフと掃海艇イヴァン・ゴルベッツの損害に関しても、口が裂けても、ウクライナ軍の自爆型無人艇の攻撃が原因とは認めないだろうことは、どうにも歯がゆい。フリゲート艦アドミラル・マカロフは、アドミラル・グリゴロビチ級フリゲート艦の3番艦にあたり、2017年12月に就役したロシア海軍の最新鋭のフリゲート艦で、1980年代建造の旧式艦であったミサイル巡洋艦のモスクワとは、その点が異なる。アドミラル・マカロフは、基準排水量が3620トン、満載排水量が4035トン、全長が 124.8 メートル、全幅が 15.2 メートル、喫水が 4.5 メートルで、乗組員数は約180名、最大速度32ノットを発揮可能なフリゲート艦である。ちなみに、海上自衛隊の最新鋭のフリゲート艦であるモガミ型は、基準排水量が3900トン、満載排水量が5500トン、全長が 133.0 メートル、全幅が 16.3 メートルの艦隊を持ち、乗組員数は90名、最大速度30ノットと比較すれば、消費と化が顕著だ。インターネット上などで、今回の自爆型無人艇の攻撃時の映像は複数あるが、それを見れば、ウクライナ軍の無人艇と、おぼしきものは、時速 100km 以上の速度であったと推定されており、その接近を阻むことは容易ではないようだ。ただし、個人的には、水上の速度が時速 100km というのは、高速である上、サイズも小さいことは確かだが、通常現代の水上戦闘艦には、固艦防空用のシウス等の火器があり、これらの水上への攻撃は困難なのかとの考えもよぎる。し、ウス等の近接防御火器は、速度で言えば、水上より、はるかに高速で飛来するミサイルをも対象とするため、それを迎撃可能だということは、水上目標に対しても、速度の面でのカバーも可能ではないかとも思うのだが、やはり、行革の問題だということなのだろうか。実際、アドミラル・マカロフは、主砲の A190、100mm、単装砲1機以外に、AK630 と呼ばれているシウスを2機搭載しているが、これは、30mm の6砲身のガトリング砲で、発射速度は、毎分5000発、
射程距離も最大4000メートルとされている。この AK-630 は、ミサイルや航空機等の空中の目標以外に、水上目標への使用も可能な全自動式のシースという、触れ込みで、今のロシア軍艦艇の標準の兵装だが、今回、ウクライナ軍の自爆型無人艇は、この迎撃をすり抜けたと言ってよいだろう。現ウクライナの政権において、副首相とデジタル移行大臣を兼任しているフェドロウ氏は、11月11日、ウクライナへの支援の募金サイトで、無人艇1隻を、調達可能な金額が集まったと発表、その名称を、ヘルソンだと述べた。同時に、フェドロウ氏は、先のアドミラル・マカロフ島への無人艇による攻撃に触れ、ロシアの黒海艦隊を無効化することで、それらの艦艇からのウクライナへの攻撃を抑えられることを強調、100隻の無人艇艦隊を揃えることを打ち出した。ここで、フェドロウ氏は、ウクライナが揃えようとしている無人艇は、1隻あたり約1000万フリブニャ、日本円換算で約3800万円弱だと明かし、それが、はるかに高価なロシア軍の艦艇を無力化させられるとして、募金を訴えている。